尹昌衡は、清末民初の軍人、政治家。中国同盟会に属した革命派の人物。また、革軍の創始者、指導者の一人で、中華民国の初代四川都督である。旧名は昌儀。字は広西県。号は大野明、都名園。1903年、四川府美学堂第一期に入学し、翌年に日本へ公費で留学した。東京振武学校を経て、陸軍士官学校第6期風評科で学んでいる。日本にいる間に、革命派の思想に共鳴し、1906年に中国同盟会に加入した。翌年には、鉄血丈夫団にも加わっている。1908年帰国し、天津で軍隊の演習に参加した。翌年に、広西省へ派遣されて、広西督練公所編訳科長兼幹部学堂教練に任命される。しかし、革命派の活動を密かに進めたことなどが原因で、1910年に辞職し、四川へ戻った。四川では、督練公所編訳科長兼講武堂教官に任命されている。1911年、新軍教練処戒弁兼陸軍小学総弁代理に就任した。この年の11月27日に、武昌起義に呼応した四川省の革命派により、大男四川軍政府が成都で成立する。四川省咨議局議長の蒲殿俊が都督に、新軍第17鎮東省の主計欄が副都督に、それぞれ推戴され、尹昌衡は、都督府軍政部長に任命された。ところが12月8日に、丘陵地配に不満を抱いた四川軍兵士が暴動を、成都で起こす。蒲と、朱は、事態を収拾できずに逃亡した。一方の尹は、統率可能な部隊を急合してこの暴動を、鎮圧している。この功績により、尹は、成都の各階層から都督に推戴された。また、同時期に、真の四川総督であった長治豊が、兵変等を画策する不穏な動きを見せる。そのため、同月22日、尹昌衡は長を捕縛し、公開で処刑した。この果断な措置は、四川の各階層から支持を集め、四川社会の安定に寄与した。1912年1月に、尹昌衡は、前年11月に、重慶で成立していた蜀軍政府と合流交渉を開始した。3月12日に、両政府の合意により統一の四川軍政府が成立し、尹は引き続き都督となる。この頃に、英国の支援を受けたチベット軍と革軍の衝突が、四川省辺境で発生している。そのため4月22日に、尹昌衡は、遠征外から、進蔵総司令に任命された。同年7月10日に、尹は、清末軍を率いて、成都から出陣し、間もなく、チベット軍を撃退している。9月25日に、川辺鎮武使を兼任し、10月9日には、陸軍中将尉兼上将区組を授与された。1913年4月、尹は、成都に帰還している。帰還後の尹昌衡は、出征中に、成都の留守を担当していた部下で、前科は陸軍軍団長である、胡敬翼との間で対立するようになる。四川都督の地位を狙う胡は、遠征外の支援を仰いで尹の追い落としを図った。この働きかけを受けた尹は、同年6月13日に、胡を四川都督に、尹を川辺計略使に、それぞれ任命したのである。この人事に、尹は反発したが覆ることはなかった。これ以後、尹が四川省の主導権を握ることはなかったのである。川辺計略使に転じてからの尹昌衡は制裁を欠く。同年11月、病により休暇を取り、北京で療養した。1914年1月13日には、川辺計略使の地位も廃止されてしまう。その直後の2月2日、長治豊の兄、長治辰巳と、密かに結んだ、胡敬翼がさらに謀略を仕掛け、尹は、長治豊殺害の罪で、逮捕されてしまった。尹は、懲役9年の判決を受け、あらゆる地位と名誉を剥奪されて、南京で収監された。
延政外死後の1916年6月に、ようやく特赦を受けて釈放され、同年10月25日には、陸軍中将尉兼上将区組に服した。その後の尹昌衡は、勅令派の鄭州督軍である李準の顧問などを務め、1920年からは、孫文と連携して、四川省や雲南省で活動した。しかし1921年に、成都に戻って、以降は、事実上、軍事と政治から引退してしまう。1923年7月11日、森武氏将軍位を授与された。1937年10月、成都で発足した、在野軍人会で、執行委員に選出された。1949年に、中華人民共和国が建国されても、尹は、四川にとどまった。1953年5月26日、尹昌衡は、成功省の宰相で死去。享年70。ありがとうございます。